前回のあらすじ、失われしトルコを奪還すべく西黒海同盟が立ち上がった。ルーマニア歩兵隊を中核に黒海南岸に上陸作戦を仕掛けたよ。ルーマニア軍の他に祖国奪還に燃えるトルコ兵も参戦。上空援護はブルガリア空軍が担当したよ。トルコに上陸成功。ナイス。おーナイス、それはマジナイス。戦果を拡張せよ、増援部隊を送れ。なけなしのルーマニア海軍が頑張っているうちに。でもあんまり送りすぎると補給パンクするからそこそこ送るんやで。Y 空軍将校、戦術爆撃機120機を対地攻撃に参加させるで。連合国軍がわらわら集まってくるまでが勝負やな。やばいやん、もうめっちゃ来てるやん。思ったより連合国軍の対応が早いな。はい、膠着しました。部隊の質に関しまして、連合国軍の方が数段上なので奇襲上陸の時点で勝負を決めなくてはなりませんでした。大変申し訳ございません。港を拡張して大増援部隊を送るか。港の建設ってそんなパパッとできるの？できるわけないやろ。そう考えるとノルマンディで人工埠頭を持ってきた連合軍って異常だったんだなってなるよな。もう一度攻勢を仕掛けるもダメそうですね。ああこれはあかんなー。とでも言うと思ったか。ああダメならもう一箇所上陸すればええんじゃい。また包囲されて自利品にならん？でも兵力は分散されるよな。一つ一つの包囲兵力が減少すれば突破も可能になるかもしれん。ほんで次狙うのはどこやねん？次の目標は同じく黒海南岸の町、シノプだよ。クリミア戦争で大規模なロシア帝国海軍の襲撃があったところだね。ここでオスマン帝国軍はボコボコにやられ、あまりの一方的な攻撃だったことから、英仏両国が参戦するきっかけとなったところだよ。というわけで先遣隊ルーマニア陸軍5個歩兵師団が上陸。了解。トルコ軍も後から行きます。ああでも港小さいからほどほどにな。大丈夫や。シノプの隣の港にトルコ軍独自で上陸する。自らの祖国は自ら取り戻す。本日をもって、我が祖国の奪還作戦を実行する。そもそもトルコ帝国軍人は死ぬ。死ぬために軍人は存在する。だが祖国を奪還することで祖国は永遠となる。つまり貴様ら上陸部隊も永遠である。故に帝国は貴様らに永遠の奮戦を期待する。なんかどこかで聞いたことあるセリフやな。遠いね。まあせっかく友軍が上陸してくれるので、側面からの攻撃はさせていただくで。上陸成功。で、突破はできたんですかね。イスタンブール方面に進出して大包囲したいけど、港が小さいから増援をあんまり送れないわ。結局うまいこといかなかったよな。ゴムとゴム？ゴムをください。なんなの、飛行機作りすぎて足りないの。足りないの、ちょうだい。トルコ本土奪還したらいっぱい輸出してあげる。ヨーグルト軍頑張って。そもそもトルコでそんなたくさんゴム取れねえだろ、わら。とりあえず2カ所の上陸地点をつなぐ。維持に必要な兵力だけ無駄にかさばるやつやぞ。防衛はできるけど攻勢はできないんだよな。しれっとギリシャ方面でもブルガリア軍と連合軍が激戦中。ブルガリアへの援軍の一部をトルコ北岸に投入する準備を整えるよ。しばらくして、ギリシャ方面をブルガリア軍とルーマニア軍で制圧するも。41年の7月にはドイツ先輩がソ連に喧嘩を売り、独ソ戦が始まってしまったよ。この時まだ黒海南岸部は共闘法を維持するのに精一杯で、対トルコ戦線は全く進展していなかったよ。また、ルーマニア軍もトルコに兵力を抽出しすぎて、とても地獄の独ソ戦に兵士を送る余裕はなかったよ。挙句の果てに、ソ連のどこからか出航した連合国軍地上部隊が強襲上陸をかけてくる始末で、大祖国境警備師団とブルガリア軍の援軍でなんとか撃破したものの、とてもトルコ方面に傾注していく余力はなくなったよ。ルーマニア軍は戦力の一部を沿岸防衛に充当せざるを得ず、段階的なトルコ派遣軍の引き上げを考え始めるよ。実際のところこれもうきつそうじゃね。きついよな。これ以上トルコ奪還に固執して大祖戦を送らせるわけにも。むしろ独ソ戦に参戦してウクライナ、カフカス経由で時計回りにトルコに浸透してみたらどうなん？何その壮大な計画。それにクリミアとか黒海沿岸潰せば強襲上陸もなくなるでしょ。なるほどな、ありかもしれんね。ドイツが負ければ心中やけど。というわけで撤退開始。
西黒海同盟軍は1年2ヶ月もの間しがみついたトルコ北岸地区から徐々に撤退していくよ。シンガリはルーマニア軍が務め、上空援護はブルガリア空軍が担当するよ。義勇兵でスペイン軍来てるけどどうするん？青師団には壊滅してもらうしかない。せいぜい一人でも多くの連合国兵をほふってくれ。一部義勇兵が壊滅したものの、なんとか西黒海同盟軍は撤退に成功。そして同盟はソビエトに宣戦を布告するよ。ああ、こんなグズグズな状況でやってしまいましたな。頼むでルーマニア陸軍、君が頼りだ。頼むでブルガリア空軍、空は任せた。いざ大空へ羽ばたけ、熱い思いのせ勝利へ導く空軍、決めろよブルガリア、やからな。応援か強引に改変してて草生えるわ。じゃあとりあえず下方向から空爆しよかな。なんでもええからはよ支援機よこせ。これで勝てん勝ったらソビエトロシアに世界が包まれるぞ。勝ったら世界がナチになるけどな。結果的に悪魔の選択やんけ。とりまブルガリア国民みんな動員しての総力戦挑むわ。沿岸防衛だけはきっちりな、赤い人たちが上陸してくるで。行き場をなくしたトルコ兵が防御するわ。その微妙に残った領土で消耗した兵士を補充できるんかいな。師団解散して人敵を他部隊に回すから平気平気。終戦後のタケノコ生活じゃないですか。やだー。ほら早くベッサラビアを返すんだよ。電撃電撃電撃。キシナウ奪還。天神天神天神。天神だから、できたこと。やかましいわ。とりあえずオデッサ手前まで来た。オデッサ包囲戦やんけ。なおあい、すでに人的減りすぎて無制限徴兵に制度変更した模様。国民生活を全く顧みないその姿勢よ。全国民倒れようとも戦争に負けるわけにはいかないのだ。なんでもいいけどソ連海軍いっぱい来てるで。ルーマニア海軍じゃなんとかならんのか。相手は戦艦持ってるんやぞ、戦艦作ってくれや。そんなん言うたらブルガリアは国力全投射して作りかねんから言わない方がええで。ちょっと戦略爆撃機をアホほど作ってるからってそういう偏見よくないと思う。そんなもん作る余裕あるなら陸軍作れよ。とりあえずどこを目標に攻撃するん？とりあえずウクライナの主要都市であるキエフちゃうか。キエフ、了解やで。とりあえずドニエプル川伊東に赤軍を追い払おうか。ああ、大祖先にルーマニア空軍投射したら秒速で溶けていくんやろな。我が国最新戦闘機 IAR80 を30機投入するぜ。数日ともたず全滅しそうだよな。生産より消耗が早くて部隊消滅しそう。ドイツからメッサーシュミットとかもらえよ、500機くらい。ほんと無茶ぶりで草。やはり空軍は我が大ブルガリア空軍だな。ウクライナの空を我が物に。アップ打ちの最新戦略爆撃機ルーマニアの基地からイギリスまで届くやんけ。よっしゃバトルオブブリテンやわ。せめてキエフとかモスクワとかスターリングラード狙え無能。は、なんであんな辺境空爆しなあかんねん。ロンドンを灰にしたいやんけ。ミレニアム大隊かな。まあドイツ空軍のおかげかヨーグルト空軍のおかげか知らんけど、ウクライナは制空権掌握してるわ。わかってるかねルーマニア君。早く占領地に空軍基地を作りたまえ。もちろんレーダー基地と対空砲の併設も忘れずにな。ルーマニア空軍とトルコ空軍、本国へ戻って訓練飛行でもしていたまえ。トルコ三島面の領地としてブルガリア欲しくない？めっちゃ欲しい？スリバゼンデジだー。空軍基地は作ってやるからはよ援護しろ。何この茶番。西黒海同盟軍はドイツ軍と連携しながらゆっくり前進し、赤軍の部隊を包囲殲滅しながら占領地を拡大していったよ。史実よりだいぶ遅い進撃だけど、42年半ばまでにオデッサを含む南ブーフ川伊勢の占領に成功したよ。次回以降はまた気が向いたら作ろうと思うよ。ご視聴ありがとうございました。